と10秒。みんな、もう少しよ。頑張って。できるようになってるもの。頑張っている証拠ね。みんなならきっと次の大会もいい成績を残せると思うわ。少し先になるけれど、気を引き締めて頑張りましょうね。じゃあ筋トレも終わったから、次は的の準備を。気が緩みそうになってたけど、日の森さんが来てくれたおかげでみんな気が引き締まったみたい。そんな大したことはしていないわ。私はモアモアジャンプの活動であまり練習に来れてないし、たまにはこれぐらいやらないと。日の森さんは真面目だな。呼ばれてるよ。ええ、それじゃあ行ってくるわね。朝比奈さんも個人戦の練習頑張ってね。うん、ありがとう。全員帰ったかな。更衣室の方には誰もいなかったわ。そっか、それじゃあ道場を閉めても大丈夫そうだね。じゃあ鍵は私が職員室に持っていくわ。今日は私が当番だから。ありがとう。おう、でも私も一緒に行くよ。教室の方に少し用事があるから。それじゃあ一緒に行きましょうか。少し見ないうちに1年生のみんなも堂々と弾けるようになったわね。うん、やっぱりこの前の新人大会が大きかったのかな。公式戦に出るとやっぱり意識が随分変わるみたい。そうね。私も1年生の頃は新人大会のあたりでいろいろなアドバイスをもらったから自信をつけていくことができたものね。あの頃は本当にいろんなことがあって。3年生の先輩たちだ。え？ほら、あっちの自習室で勉強してる。本当だわ。とても真剣ね。部活も引退して受験も近づいてるもんね。委員会で3年生の廊下を通る時もピリッとした雰囲気があるっていうか。私たちも3年生になったら部活をやめて勉強しないといけないんだろうね。そうね。当たり前だけれど
いつかは辞めることになるのよね。そう考えると少し寂しいわ。うん、なんだかんだ1年からずっとやってきたしね。でも将来のことを考えるとしょうがないのよね。自分の進路をきちんと決めないといけない時期だし。将来って言えば、もしかして朝比奈さんは医大を志望しているの？え？どうしてそれは？1年生の子たちが話してたの。朝比奈さんが医大の参考書買ってるところを見たって。そうだったんだ。なんだか恥ずかしいな。そんなことないわ。お医者さんなんて優しい朝比奈さんにぴったりよ。頑張ってね、朝比奈さん。うん、そうだね。頑張らないとね。え？どうしたの、日の森さん。今少し朝比奈さんがいつもと違うように見えて。きっと受験のこと考えたからだろうね。勉強ばっかりやらなくちゃいけないなって思ったし。あ、そうだったのね。でもさっきの朝比奈さんはいつもと少し雰囲気が違ったような。それにあの表情、前にもどこかで見たことが。あの時の。そういえば日の森さんは1年生の頃、姿勢を良くするために弓道を始めたって言ってたよね。そうね、入部体験の時そんな話をしたわね。うん、もう十分姿勢がいいのにそう言ってたから、さすがプロのアイドルはストイックだなって思ったよ。そんな、あの頃はアイドルになりたてで必死だっただけよ。それより朝比奈さん、さっき。あ、先生、弓道場の鍵を返しに職員室に行こうと思って。本当ですか？ありがとうございます。朝比奈さんのあの顔は。お姉ちゃん。うわ、ちょっと大丈夫？しーちゃんだったのね。ごめんなさい、少し驚いちゃって。どうしたの？少し驚いたって感じじゃないけど、まあいいか。次お風呂お姉ちゃんの番だよ。あ、そうなのね。ありがとうしーちゃん。でも今は少し考えたいことがあるから、私は最後にしてもらってもいいかしら。お姉ちゃん本当に大丈夫？ありがとうしーちゃん。でも大丈夫よ。ちょっとだけ気になってることがあるだけだから。気になってること？ええ、でもちゃんと言葉にできなくて。だからちょっと整理をしようと思っていろいろ考えていたの。ちゃんと言葉にか。なるほどね。そういうことなら母さんにお風呂は先に入っといてって言っておくよ。頑張ってねお姉ちゃん。ありがとうしーちゃん。
ひなさんの顔。やっぱり、あの時に似ていたわ。あの時も朝比奈さんは何か悩んでいるように見えたのよね。ならもしかすると、今の朝比奈さんも何か悩んで。なんて、ただの私の勘違いかもしれないけれど。どうしたらいいのかしら。ちゃん。あら？何か今、聞こえたような。しずくちゃん、こんばんは。こんばんは。遅くにごめんね。カイトさんとミクちゃん、こんな時間にどうしたの？実は、少ししずくちゃんにアドバイスをもらいたいことがあって、こっちに来たんだ。アドバイス？うん、実は、次やるライブの衣装をちょっとアレンジしようと思ってるの。いつも衣装室にある衣装でやってるんだけど、今回はちょっとだけ違う感じにしたいんだ。それで前にしずくちゃんたちがやってたみたいに、それぞれアレンジの方法を考えて持ち寄ることにしたんだけど。僕、こういうアレンジをどうするかって考えるのは得意じゃなくて。そうなんだよね。実は私も悩んじゃって。だから二人でデザインの得意なしずくちゃんに話を聞こうって思ったの。そうだったのね。得意っていうわけじゃないけれど、そういうことなら協力させてもらうわ。ありがとう、しずくちゃん。できれば、この季節に合うような、温かみのある感じにしたいんだけど。温かみ…それなら、袖には温かそうなモコモコの素材を使ってみるのはどうですか？それで、雪の結晶のモチーフを入れてみるの。そうしたら冬らしくて、綺麗な印象になりそうだわ。なるほど、確かに合いそうだね。ライブの演出も衣装に合わせて雪かごを使って雪を降らせたりしたら。あ、雪。しずくちゃん、ごめんなさい、今少し別のことを考えてしまって。別のこと？もしかして、何か悩み事でもあるのかい？少し、部活の友達のことで思い出したことがあったんです。本当に個人的なことなんですけど。もし、誰かに話した方がスッキリするなら、僕はいつでも聞くよ。カイトさん、ありがとうございます。それじゃあ少し聞いてもらおうかしら。